これはすごく気持ちいいやつだ。ここなんですよね、ここ。これはもう女子受けするんじゃないですか。ようこそラベソンチへ。さあ皆様お久しぶりでございます。いやー難しい、ラベオン音楽チャンネルとこちらのラベさんちの両立が難しい。まあゲーム実況もやっていて、ゲーム実況はね、まああの編集の合間にちょっと疲れたなーと思ってパパってやってからパパって出せるからすげー楽勝なんですけど、ラベさんちなんですよね、難しい。いやでもね、ガンガンやってガンガンやっていこうと思いますからね。あとこれをね、セカンドチャンネルとか言ってる人いるでしょ。もう違うから、もうあ、いっぱい今ほら出たでしょ、今いっぱい出たぐらい、もう違うから、俺のこの気持ちを伝わってくれ。もう何度も言わせないでよ、ラベさんちはセカンドじゃないの。セカンドではない。セカンドなのにこんなに編集たくさん入れると思いますか。そんなことないですよ、両方メインでやっております。メインっていう感じではないかもしれないんですけれども、これはこれ、それはそれ、そんな感じで頑張って元気を出していくぞ。年取っとるくせに何を一人で騒いの音やって、また出た、毎年を取っとるくせに何を一人で騒いの音やって思ったやつは俺やろ。そんなお前に言ってやる。そんなの関係ない。心が大事ですよ。よっしゃ、やっていこう。今日もラベさんちようこそ。でね、今日は何をするかっつったら、お洋服を紹介します。そうなんですよ。皆さんがですね、おい、宝部と、おい、最近は何買っとうてやと、洋服買っとらんてやって言われるけん、こんなもん買ったよっていうのをみんなにね、伝えていこうかなって思うんです。今日紹介するのは4点でございます。でも、早速もう着てるんですよ。これ、ラルフローレンの黄色の、真っ黄色のトレーナーですね。もう真っ黄色です。これはラベさんちからですね、もう、サイズ感もすごくいい。ちょっと黒いっていうかネイビーですね。黒にほぼほぼ近しいネイビーのマークと。サイズはこれなんでしょうね。L です。ギュッ、ブイってなってるとこが僕は好きですね。ちょっとヒートテックがね、迷彩柄でちょっと恥ずかしいんで、このヒートテックもね、黒とかだったら嬉しいんですけど。あとこちらですね。デニムジャケットですね。こんなジャケットですね。何がいいかって俺、ここなんですよね。ここが可愛い。見えないところがね、いいですよね。こういうの可愛いですね。ただまあ、古着って何が大変かって言ったら、もう、サイズ感なんですよ。サイズが合ってなかったら、もう、それでアウトやけどね。それは着てみらないか。着てみて、いろんな人にどうですかって聞いてみるのが一番ベストやね。店員さんとかに。あまりにもその、なんだろう、これでもいけますよ。でも、あれでもいけますよ。みたいなこと言う人よりかは、いや、ちょっとこれでかいっすね。とか言ってくれる店員さんの方が俺は好き。僕ん家にはですね、デニムジャケットたくさんあるんです。本当にお前はようでデニムジャケットを持っとらすねっていうぐらい持ってるんですよ。でも今回違うんです、冬仕様です。ほらモコモコ、これは気持ちいい。これはすごく気持ちいいやつだ。メガロワンブラーですね。コーデュロイっぽい生地になってますね、ここが。それがすごく可愛いと。で、おいメンズ聞いとるか、メンズ。あのね、俺の調査上なんですけど、男子聞いとけよ、コーデュロイこのしましまのやつは、その女子がね、好きみたい。俺の調査上ね、もう分からんよ。もちろんそのコーデュロイはあんまり好きじゃないっていう女子もいるかもしんないんですけど、女の子受けする可能性が高いと思う、俺は。そこでだよ、そこで。これもコーデュロイですね、シンプルに。あ、ちょっと茶色の黄色ってなんか色的にあれなんですけど、ほらコーデュロイですね。これはもう女子受けするんじゃないですか。これ女子受けするんじゃないですかね。わかんないです。これを、動画見てる女の子もいるから、宝場の女子受けの洋服買おうたぞ、と。思われても仕方ないんですけど、いや、もうそんなの関係ないんですよ。僕はその、今見てくれてる男子に届けたい。どうだ？モテたくねえか。モーラルコードっていうところで購入したんですけど、これも中が、わたわたですね。最近、なんか今年流行ってんすかね、この、わたわたは。こういうわたわたは。わー、流行ってんすか？モコモコは。サイズ感っていう問題を抜きにすると、これはもうやっぱりその、新品、古着ではないので、これはもうそういったところはいい、もう関係ないですよね。これなんだ、38。SM とか L とかじゃないんだね。38っていう、やつですね。L だったっけなー。ちょっともしこれ気になる人はお店に問い合わせてみてください。あともう一つ。
もう一つあるんですよ。デニムインディゴのパーカーですね。これもあのモラルコードで、購入しました。もうここ書いてますね。あ、モラルコード東京と書いてますね。僕ネイビーのあのパーカーとかトレーナーとかを探してたんですよ。インディゴっていうねパーカーがあったので、インディゴは僕持ってないので、あとこのいいですね、可愛いですね。普段ねグレーとか黒とかしか着てない人の幅はね、インディゴを入れることによって、まあ着やすいですからね、インディゴは、うんと思います。相性は悪くないんじゃないですか。そのどうですか、可愛さ推しでこうモテようとしてる男子がもしあったらいらっしゃったらいや、そもそもお前がモテとんのかっていう話を、これを見てね、あ、いいじゃんって思うか思わないかだくし、これをこのコメント欄次第でしょ。コメント欄次第、お前らの女の子たちのコメント欄次第で男子がいいじゃんって思うかもしれんし、俺がモテてるっていう仮定にし、仮定しよう、俺がモテていると仮定してじゃないと俺はあなたたちに何を伝えていいかわからない。パーカー一つでも、一つだけでもいいっすからね。まあ、ネイビーじゃなくてインディゴっていうところがやっぱり味噌。そこが味噌、つけて味噌、かけて味噌、これが味噌。ちなみに他にも購入したんですけど、それはその他にも購入したやつはまた次回ちょっとお伝えするとして。この動画がね、皆さんの 何かの参考になればと。で、あともうね、ちょっともう全然どうでもいい小話してもいいですか。髪の毛を切りたい、すごく。言われると思う、そろそろ。お前髪長すぎじゃないって。俺もすげえ思うもん。こんな長くしてからどうするとって思っちゃう。でも俺人生で一回でもいいけんね、ロン毛にしたいじゃん。で、俺いっつもね、だいたいこの辺ぐらいまで頑張っとる。うわ、すげえハゲとる。ハゲとるね。デコが広か。そう。デコが広いんじゃなくて、顔のパーツが全体的に下に一等でけんけどね。この辺ぐらいでいつもね、断念すると、うざいって。けど分かっとっちゃう。俺は自分でも分かっとっちゃう。多分俺短い方がいいと思う。でも髪が長い方がさ、なんかミステリアスに見えるやん。だけど俺はミステリアスに行こうと思っちゃうけど、もうミステリアスでも何でもないよね。こんだけ家をさらけ出しとっちゃう。こんだけミステリアスに喋ればいいけど、バリバリの博多弁やし、超田舎もんがすげえ前に出とんしゃ。それでもいいと、それでもいいと、俺はそれでも生きていく。そう、人生ってそんなもんじゃない。辛くても悲しくても生きていく、そう決めたっちゃん。はあ。あとみんなに見てほしい、黄色と黒がどんだけおしゃれか。俺が前言ったやん、黄色と黒のあの組み合わせって俺はすげえ好きなんやけど、どう思うっつって、黄色と黒こういうね、おー危ない、黄色と黒みたいな組み合わせも結構僕好きなんですよ。はい、というわけでございまして、本日の動画は以上でございます。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。あとあのすごいね、発見というかすごいことをこの間してしまったんですよ。セーターでお悩みの方、セーターのとあることでお悩みの方に向けたちょっと動画もですね、ちょっと作りたいなって思ってるやつがあるので、それもぜひ楽しみにしておいてください。以上、宝部亮次でございました。また皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、さよなら、在地ンアディオス、バイバイ、じゃあねー。